プロジェクト東京ドールズ。はい、どうも、サオでございます。今回ね、紹介するのは、プロジェクト東京ドールズっていう、まあ、最近ね、僕がね、おハマり申し上げているアプリになってます。でね、この、プロジェクト東京ドールズなんですけど、結構ありきたりなアイドルゲーかなーって思いきや、結構骨太のね、スタイリッシュな中2アクションゲームとなっております。で、ね、ストーリーの方は、まあなんかね、この子たちはね、一度死んでしまって、まあ生き返らせるために人形になって、で徐々に感情をね、得て、人々を救っていくっていう、もうなんかね、まあ、結構ざっくりしたね、紹介になってますね。まあ死んでるっていうのはね、死んでから蘇ってね、人形になるって感じで、まあここにね、死因謎謎謎みたいな感じであるんですけど、これは、まあ親密度みたいなのを上げていけば、まあフィールなんですけど、感情レベルを上げていけばね、解放されるんだと思います。まあそこもね、ストーリーに関わってくるのでね。あと記憶がね、なくなってますね。人形になるときに。なんでこういう風に、記憶を解放する、ミニゲームというか、まあシナリオがありますね。記憶奪還みたいな。はい。まあ概要はこんなもんですので、それではね、バトルの方をね、見ていただきたいと思います。はい。バトルの方ですけれども、はい。3人編成になっておりまして、1人がね、ナビゲーションのキャラですね。右が。で、武器はね、剣とハンマーと銃があって、それぞれね、コンボのつなぎ方が違うかな。そうですね。あと火力も違うんですけど、まあ、剣が一番オーソドックスに使いやすい。ハンマーが火力高い、ブレイクゲージが溜まりやすい。で、銃はね、コンボがつなぎやすいみたいな感じですね。で、銃が多分一番扱いが難しいです。それではやっていきましょう。攻撃はタップです。こういう風に音ゲーみたいな感じで、ゲージをね、いい感じのところでタップして、コンボを繋いでいく。こうやってコンボを繋ぐと、だんだんパーセントが上がっていきますね。ダメージ&フィール 102%。こういう風に火力も上昇していくと。で、敵の攻撃はね、ガードすれば、コンボはね、そのまんま繋げられるので、次のステージでも。ガードのタイミングがね、敵によって違うのでね、そこがね、肝になってくるかなって思います。それではね、次スイッチで、攻撃キャラをね、変えていきましょう。こういう風に、やってる間にこういう風にね、スイッチが可能でございます。で、コンボを繋ぐと、ダダダダダダダと。で、ダメージがね、114% になってるんで、あー間違えた。こういう風に間違えちゃうと、コンボがね、途切れちゃいますね。で、そんな時にはこういうサポートカードを使ってね、コンボをね、溜め直すこともね、できますね。いろんなことができる。で、スキルをこういう風に使う。バフ系ですね。バフ系の子しかいないんですけど、攻撃スキルを持ったね、キャラもいるので、派手なね。あー、こんなんあるんだって感じで見てましたね。他の人の。ダンダンダンと。まあ、結構ね、バトルが面白いんですけど、ストーリー自体ね、結構ダークなんでね、中二が好きでね、ダークかつスタイリッシュな空気が好きな人は結構ね、アイドルゲーだと思ってやってないとね、後悔しちゃうと思うのでね、ちょっと一回無料なのでね、ダウンロードしてみてね、やってみていただければいいかなって思います。そんなこんな言ってる間にね、真ん中のね、必殺技ゲージっていうね、かなりまたね、中二なアクションが見られるゲージがね、溜まってきて、あーば、喋りながらだとガードできないですね。コンボ溜め直しましょうか。ちょっと強制的に、必殺技ゲージ溜められるっていう、スキルを持った子がいるので、それ使ってちょっとやっていきたいなと思うんですけど、まあ、フィニッシュで使うとね、またね、モーションが変わってくるので、フィニッシュで使っていこうかなって思います。よいしょー。そろそろバースト行きましょうか。それではね、バーストを見ていただきたいと思います。これがなかなかね、派手ですね。ザクッと。で、タップして、増やして、で、ここでね、倒すとね、追加のね、ここがね、また変わって見れますと。サーンっていうね、こう、中二なね、感じです。はい、バトルはこんな感じでございます。はい、でね、まあ、リゼマラについてなんですが、20分かかりますね、今ね。今度、
なんかダウンロードがね、初回ダウンロードのね、時間を短縮するパッチがね、当てられるみたいなんですが、まあ現状ね、20分かかります。まあなぜかというと、なぜかめちゃくちゃ、最初のダウンロードがね、バグなのかわからないですけど、長いっていうね。まあチュートリアル自体はね、全スキップできるんで、ガンガンスキップして進められるんですけど、まあそこがなかなかね、きついところかなって思います。で、もう一つきついところは、まあ、まあ、ソシャゲ？最近のソシャゲにしては、まあ、高いですが、まあ、ちょっとね、この殺戮人形の方がいいんですけど。高いですが、この 1%、UR が 1%、ウルトラリアが 1% なので、まあ、そこが厳しいところかなって思います。でね、まあ、この殺戮人形の方を引いていただければいいと思うんですけど、まあ、狙うのは、ちょっと可愛い、いいっていう人はね、少なさそうなんですが、山田ちゃんですね。これめちゃくちゃ強いですね。エクストラダメージアタック時、与えるダメージアップ、かつね、敵の攻撃を完全に防ぐっていう、この無敵化がめちゃくちゃ強いので、こいつを狙っていただくか、こっちのね、ちょっとこっちについては詳しくないんですけど、これかな、しおりちゃんがすごい強い。味方の攻撃力 80% アップ、攻撃力ダウン解除。なので、まあ、こっちのドールズのガチャ引いていただく場合は、ね、しおりちゃん出てもらえれば終わりかなっていうのと、まあ、殺戮人形の方はまあ大体強いんですが、まあ攻撃系のね、スキルを持ったキャラをね、狙っていただくといいです。まあ大体当たりなので、ウルトラデア出たら始めちゃってもいいかなって思います。で、あと最初に SSR の確定ガチャチケットをね、推し面をね、選択するともらえるんですが、まあ、推し面はね、このあやちゃんがいいと思います。後で推し面の方もね、変えられるんですが、まあやちゃんは防御のね、バフとデバフを持ってるので、火力上昇にもなり、味方のね、耐久力上昇にもなるキャラなので、非常に便利かなって思います。はい。まあ、こんなもんですかね。あとはね、触れ合えたりっていうのも変ですけど、おっぱいも触る。まあ、なんといってもアクションと、やっぱりストーリーがね、一回も飛ばさずに見ちゃってるぐらい面白いので、まあ、ぜひね、ストーリーもね、飛ばさずにやっていただけたらいいかなって思います。で、明日のね、4月4日からね、また新しいイベントが始まるみたいなので、今がね、非常に始め時かなって思うので、ちょっと気になった方はやってみるといいかもしれません。今回は、プロジェクト東京ドールズのね、紹介でした。まあ、久しぶりのね、新作アプリ紹介でしたね。はい、それではご視聴ありがとうございました。